それでは自然言語処理研究室の西山から、セミスーパーバイズドシーケンスタギングウィズバイディレクショナルランゲージモデルということで、2017年に発表された論文になります。概要なんですが、今回はそのいろいろモデルがあると思うんですけど、そのモデルに入れる前に基本的に今は単語をエンベディングするっていうことを行っていて、例えばこのラベリングタスクにおいて、こういう表現認識だとかチャンキングっていうそういう問題に対して今までは比較的小さなラベル付きのデータが存在していて、それに対して、あとで少し話すんですけど、プラスアルファで別のタスクで似たようなタスクのデータを使っていたんですけど、今回はそれを反教師ありで、ラベルの全くついていないデータを大量に使って、その外部資源なしで、精度を確かめてみようっていうタスクになります。論文になります。ワードエンベディングについて簡単に説明するんですけど、今までワードエンベディングっていうのは構文的とか意味的な情報を、抽象的にこうベクトルとして捉えるっていう手法なんですけど、この手法は高単のタスクにおいて結構有効だということが分かってます。なんですけど、単語の意味というよりも、文中での単語の意味ですね。例えば The Central African Republic っていうものと A Central Bank Spokesman っていうもの、どっちも確かに中央っていう意味はもちろんあるんですけど、それ以外に組織だとか場所っていうものの前に来る確率が高かったりとか、確率じゃなくてもそういうものの前につくっていうのは人間だったら基本的に分かっている情報だと思います。こういう情報を取るために今まではこのバイディレクショナル RNN っていうものを使ってました。2016年とか17年にかけてかなりの人が研究してます。でこの学習方法なんですけど、もちろん同タスクの今であれば系列ラベリングのラベル付きデータを使うのはもちろんなんですけど、それだと足りない場合に他タスクのラベル付きデータを使って推定しようという手法がありました。なんですけど、この他タスクのラベル付きデータはあくまでも他タスクなのでそのままには使えないということで、この論文ではそもそもこういうラベル付きデータではなくて全くラベルの付いてないデータからニューラル言語モデルを作って学習してみようというものになってます。で、先行手法なんですけど、先行手法は基本的に3段階に置かれていて、1段階目はバイディレクショナル RNN でワードエンベディングですね。今の双方向の文脈表現っていうものを学習して、先ほどのセントラルっていうのが中央だけじゃなくて、なんかこう名詞の前に来ると場所だったりとか組織を表すものっていう風な表現を学習してます。で2層目がもう1回 RNN を通すんですけど、こっち側はそのパラメータを推定してあげて、その1個前の単語、ここまでの文脈が来た時に次どういう単語が来るかとか、どういうラベルが来るかっていうものを推定するための層になってます。こっちでその単語の表現を作ってそれを利用するっていう感じですね。で最後の3段階目がバイグラムを計算して CRF と全く同じ手法で組成をこの組成を使うということで、この組成を使って CRF でタグ付けを行います。で今回もかなりこれと全くほぼ同じシステムを使っていて、それに新たに次のこのバイディレクショナルランゲージモデルというものを追加します。でこのもともとそもそもニューラル言語モデルというものが入力が文字の CNN もしくは RNN で学習したベクトルで、その今見たい単語のそれまでの文字列というか、トークンの列に対してソフトマックスを利用して次にどの単語が来るかっていうものの確率を推定するっていうモデルなんですけど、この最後のソフトマックス層を外して、途中の層の情報のみを、それを使ったものが事前学習の今回使う、ランゲージモデルというふうになってます。で、片方の順方向のみだと逆方向からの情報が得られないので、逆方向も加えてあげて単純にその、途中出力の層を、連結してあげるっていう、処理を今回行ってます。でどこだったか、これですね、今の、言っていたのがこの、順方向と逆方向のベクトルをそれぞれ途中経過のベクトルを足し合わせるんですけど、これ大事なのが、通常のバイディレクショナルモデルだとこのフォワードとバックフォワードそれぞれがこう出力層に関係してくるんですけど、この場合は出力層は 独立していてお互いのパラメータには影響しないっていうことが大事らしいです。でそうですね、で今のが、はい、
でそれで、今のが、LM ランゲージモデルエンベディングっていうのを今の途中層のことを今後は LN エンベディングというふうに呼びます。でこれはソフトマックスの今のソフトマックスを除去したものになってます。で概略図なんですけど、元々のシステムがこっち側ですね。元々のシステムはこっち側で、元々のその CRF か RNN を使って、まず単語のベクトルを作って、ここでエンベディングを行い、最後にそのシーケンスごとの表現を作ってあげて CRF を使って推定するっていう風なシステムになってます。で今回はそこに事前学習したこっち側ですね、前向きのアルゴリズムで学習した言語モデルと後ろ向きのアルゴリズムで学習した言語モデル、それぞれを途中経過のベクトルを足し合わせてあげて、それを1層目のこの、最後さっきのエンベディングした値の後ろに単純に足し合わせます。でこの単純に足し合わせるっていう手法はちょっと良くないんじゃないかっていう話だったんですけど、この試み自体が初だったので今後の展望ということで、今回はとりあえず単純な足し合わせを行ってます。ここでそうですね、この1層目に足し合わせているのは、こう2層目とかも足し合わせてみたんですけど、一番良かったのがここだったそうで、今回はこの1層目に足し合わせます。でこの評価なんですけど、評価は2つ、大きく2つ分かれていて、固有認識、表現認識と、こっちのチャンキングの2つに分かれています。どちらもニュース文が、主になっていて、こっち書いてないんですけどニュース文なんですけど、どちらもニュース文で、それぞれ、固有表現の場合は 4つの中から固有表現を行う、こっち側は11個のタイプの中から抽出を行うというふうになっています。で事前学習は、大規模データで8億トークン存在するデータセットから自動的に学習しています。で結果になります。で結果は、この上の3つが従来手法になってます。さっきのこっち側ですね、こっち側のみを使った、この情報を使っていないこっち側のみの、手法が主に先行研究の手法になってるんですけど、それに比べて、今回このタグを全部、先ほどの、ランゲージモデルを使った場合で全体的に、まあ、この2つと比べると 1ポイント程度高くて、これと比べると1ポイントはいかないんですけど、それでも高い精度が得られてます。でチャンキングの方はかなり大きくて、そもそも、ランゲージモデルを使ってないモデルで、1ポイント程度、高いものもあって、さらにランゲージモデルを使うと、全体と比べて1ポイント以上高い精度が得られてます。また、先行研究だと、こういう外部資源を使っているっていう、この辞書とか外部資源とかを使っているんですけど、今回は全く使わないアンラベルのデータを使っているんですけど、それと比較した場合で、ラベルなしをそれぞれ行った場合と、ラベルありで、行った、ラベルありと外部資源ありで行った場合の比較なんですけど、他の手法だと、まあ、大体外部資源を使っても 0.06 とか 1.3、 大きくて 1.3 ポイント程度の向上なんですけど、今回のこれで言うと、まあ、1.06 ポイント、固有認識表現では精度が上がっています。でこの 1.3 ポイント高いように見えるんですけど、チャンキングタスクに落とし込んでみると、この 0.28 ポイントしか精度が向上していないのにかかわらず、今回のこの手法でいうと 1.37 っていうふうに、こう平均的に高い精度が、情報が得られているっていうことが分かりました。で他の実験なんですけど、今は、ニュース記事しか学習していないので、他ドメインに行ったら、まあ、じゃあ全く、役に立たないのかっていうことを実験してみたっていう結果なんですけど、他の、ドメインでこの、セムエバルの、サイエンス IE っていうタスク、データセットで、まあ、名前の通りその科学系の内容が入ってるんですけど、それに対して、従来 49.93 だった F 値が、プラス 4.12 ポイント向上したっていうことが分かりました。ってことで、まあ、少なくともこのサイエンスにおいては他ドメインにおいても性能が向上しています。またデータセットサイズなんですけど、通常その、教師あり学習と反教師あり学習だと、反教師はデータが少ない時には確かに有効なんですけど、データが、正解データが多い時にあまりこう精度が出ない、むしろ、ラベルがついてないデータによってこうノイズが入ってしまって、いい精度が出ないっていうことがあったんですけど、ちょっと省略してますけど、今回のこのデータで、このデータセットで言うと、タグ付けコーパスが多かったとしても、訓練データにおけ、その精度にはあまり影響しない。なのでデータが少なくても精度が出るし、データが多くても精度がちゃんと出るっていうのが利点であるというふうに言ってました。まとめになります。今回は KLS タグ付け問題においてニューラル、ランゲージモデルを、使ってみました。その結果、固有表現認識とチャンキングタスクにおいて1ポイント程度の向上が見られました。また、ニューラルランゲージモデル、そのことだけで言うと、準逆方向のランゲージモデルを使うと性能が向上するということと、
ドメイン固有の、事前学習が必要ない、他のドメインにも全く同じデータを使ってもまあまあ精度が出るということが分かりました、今後の展望でいうと、単純なベクトルの連結だけを行っていたので、将来的にはまあアテンションモデルだとか、なんか、この足し合わせる、この足し合わせるベクトルは今そのまま突っ込んでるんですけど、そこに何か関数を1個はめてあげて、まあ、なんか値を制限するとか、そういった処理をするともしかしたら精度が良くなるんじゃないかという話でした。以上で発表を終わります。ありがとうございました。